はい、どうも、バースデーの西村です。はい、じゃあ早速ね、アイテムをドドッと今日も紹介していこうと思うんですけれども、まずはですよ、ちょっと見ていただきたいんですけど、さあ、本日ご紹介するのはですね、こちら、メゾン三原屋セリオンですね、新作のコレクションラインのスニーカーを本日はね、ご紹介させていただこうと思います。まあね、今回ね、この、まあ、うちのね、今バースデーの中でもかなりね、ラインナップが多いメゾン三原屋セリオンのスニーカー、その中でもですね、今回はですね、非常に注目度の高いこの新作アイテム、チャールズ、こちらがですね、全国一斉に発売となりました。この全国一斉発売っていうのはね、何気に結構久しぶりだと思います、ね、で、こちらね、全国一斉発売、まあ今回ね、まだほとんどメディアにまだ登場していないこちらのチャールズ、もしかすると YouTube 界ではまた世界最速で僕がご紹介するという形になると思うんで、本日もですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、このバースデーのですね、チャンネルはですね、福岡市中央区大名にあります、バースデーというセレクトショップの、チャンネルとなっております。内容といたしましては、毎日19時に配信しておりまして、商品、メンズとウィメンズのハイエンドファッションのメンズとウィメンズの商品の入荷のお知らせ、そしてスタイリングのご紹介、はい、そして、香水はサノマですね、フレグランス系に関しましては、他に、お香や、あとですね、ハンドクリーム、他のものもさまざまなものを取り揃えております。そしてシルバーアクセサリーはワーカンシルバースミス、そしてトワレグジェルですね。そして最後、e バイクに関しましては、うちはですね、アルコスーパーセブンティースリーの、まあ、西日本唯一の正規の取扱いディーラーとなっておりまして、まあ、過去の動画もぜひ参照していただきたいんですけれども、カスタムの動画であったりとか、あと、アフターケアですね、整備とかその辺の細かいところもですね、たくさん配信しておりますので、よかったらですね、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただくとですね、僕らの明日への活力になりますので、ぜひともお忘れなく、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速まずチャールズをね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ本日こちらメゾン三原屋セリオンの超新作のチャールズ、ご紹介したいと思います。まずちょっとご覧いただきたいんですけど、この形状を見てですね、まずこのモデル名が、モデルがね、何のモチーフになっているか皆様お気づきでしょうか。こちらね、まあね、多分もう気づいた方も多いと思います。多分このチャンネル見てる方ですね、非常にスニーカーお好きな方も多いと思います。こちらですね、はい、そうです、かの有名なあのアディダス、まあ、いわゆるスタン・スミスがモチーフとなっております、まあ、スタン・スミスはですね、もともと有名なテニスプレーヤーで、そのシグネチャーモデルとして発売されたのがですね、1980年代の話なんですけれども、まあ、そこからですね、まあ、名品としてアディダスのね、まあ、定番のスニーカーとして今でも語り継がれている、ね、名品版となっているんですけれどね、あの三原屋セリオンのスニーカー、これはね、僕らこれ過去間違いないジンクスっていうのがあるんです。そう、オリジナルモデルが非常に人気なシリーズ、人気なモデル、形、有名なモデル、まあ例えばコンバースであればスーパースター、ね、ナイキであればエアフォースであったりですね、まあ過去ね、そういう有名なシグネチャーモデルというものがね、存在したモデルっていうのはね、非常にね、三原屋セリオンのスニーカーでも人気になる、そして、非常にね、入手困難に、ね、なるっていう傾向が非常に高いです。なので僕はね、今回こんだけね、見てくださいね、まずはチャールズのこのベルクロ付き、もうスタン・スミスもベルクロ付きとベルクロなしの2タイプあったんです。でベルクロありのこちらレザーのベルクロ白、そして黒白、ね、そしてオールブラックの真っ黒、ね、これ僕も私物で今回購入させていただきました。そしてこれぜひね、女性にもおすすめしたい、こちらシルバー、ね、このねシルバーシリーズは非常にね、これおしゃれなんで、ちょっと女性の足元にねぜひ履いていただきたいんですけど、そして
こちらが、ね、一番不動の定番の人気になるであろう今回このキャンバスモデル、キャンバスが白と黒の2色となっております。でちょっと裏ひっくり返しますね。裏かかとのヒールパッチはこのようなデザインですね。これはもう全部品番は全品番同じデザインになってます。でそしてここにチャールズのね、帽子ね、こうやってここら辺も刺繍でこう入っているデザインになってます。そしてソールが今回からドン、全部そうなんですけど、はい、このねちょっとフラットっぽいこのソールに変わってます。で今日ですね、僕もう実はもう私物で先に買わせていただいたんでちょっと履いてるんですけど、あのねちょっと見てもらいたいんですけどね、このベルクロタイプっていうのはね、アディダスの人気、スニーカーの中でもね当時特殊だったんですよ。で、ベルクロタイプはね絶対にね人気が出ないんじゃないかというところもねあったんですけど、あのね当時ね、まあほらこれ見て、脱着が楽なんですこれ、めちゃくちゃ。そしてねこれ特徴的なね、まあ、いわゆるねローテクなのにちょっとハイテクのようなこのデザインの雰囲気っていうのが当時80年代に爆発的に人気になったんです。でこれで、まあ、90年代2000年代とね、非常にねこのアディダスのスタン・スミスといえばこのベルクロ出ないのっていうねニュアンスっていうのがね、あのスニーカーの業界の中のトレンドとしてね生まれたわけなんですよ。で今回もねしっかりそこら辺のトレンド感っていうのは、踏襲された上で見晴れ、あの世界の目線見晴れやすいわけですよ。今回デザインソースとして落とし込んだのがこちらのチャールズです、はい、で僕が今履いてるのでサイズ41です。でね僕があのサイズがですね基本 5.56 ぐらいで、僕足結構ちっちゃいです。でもその僕が履いても41、割とちょうどいいです。で多分ねこれあのおそらくなんですけど、あのやっぱこのベルクロでこう止めるタイプっていうのは結構フィット感がしっかりするんで、別にねサイズ感はちょっと大きめ選んでもらってもいいかもしれないですね。もともと目覚め見張りやすいのスニーカー、ちょっと他のモデルはね特に大きいんですけど、意外とねこのチャールズ、こちらのモデルに関しましてはそこまでサイズ感大きくないし、なんならですよ、ちょっとじゃあ分かりやすく比べましょうか、はい、じゃあ今出てるですねこういうコレクションライン、ね、こういう、はい、ブレーキ見比べたらもう一目瞭然だと思います、ね、ワイズの幅全然違うでしょ、ね、オンスーパースタースタンスミス、ね、もともとですよこれメゾン三原だからこんだけボリュームの差があるわけじゃないです。もともとアディダスの中でもこんだけボリュームの差があったんです、ね、スーパースターはボリューム感があるスニーカーで、スタン・スミスはもともとこういう、レトロチックなこの華奢なデザインというのが特徴的だったんです、ね、で今僕は決してねアディダスの説明をしてるわけじゃないんですね。三原康弘のスニーカーの説明してるんですよ。ただ皆さんにねちょっと分かりやすく伝わればと思ってこういうお話し方をしてるわけですね。はい、で、まあ、ここら辺ね、あの今回ねスタイリング、まあ、たくさんね今回色のカラーバリエーション出てるんで、皆さん多分ねどれにしようか迷う方多いと思います。でただですよ、ただ今人気の傾向として、ね、女性人気、これ女性の方もね見てられると思うんでね、女性人気はねやっぱりこうシルバーであったりとか白、ね、こっちのキャンバスの白とかっていうのはやはり、ね、女性人気が高いよね感じが見受けられます。でこの黒、黒はねやっぱり男性人気がほとんど、圧倒的というかですね、本当圧倒的なんで、ここら辺はねちょっと僕もあの今このまま履いてるんで、そうやな、せっかくなんで、まあ、これ僕私物なんで、まあ、真っ黒なんで多分スタイリングのイメージは湧くと思うんで、逆にちょっと僕今からまた違うアイテムで、ね、ちょっと違う色の組み合わせ履いてみるんで、ちょっとぜひそこら辺のスタイリングぜひ参考にされてみてください。はい、じゃあ早速チャールズ履いてみました。今回はですね僕選んだのはチャールズのキャンバスモデルですねのブラックをチョイスしてみました。はい、それにですね今回は
はい、ズバリ今回はねトップサムベッドフォード、ベッドフォードのね、まあ前回ね、紹介してもらったサムネちょっと貼っときますね。でこちらのでベッドフォードにこちらのロンティね、これ新作ロンティ、まだこれもちょっと紹介してないんだから、まあ、この辺をねまた後日あの紹介すると思うんで、そしてそれにネームのトラウザー、これもね紹介してないけど、まああと1本店頭にあるんでぜひ、ご覧ください。ちょっと太めのねサイズ1です、僕で履いてるので。で、まあ、こういう感じのバランス感なんですけど、まあ珍しくねちょっとあの、まあ、今回はねこういう三原さんのこのスニーカーの紹介ということで、ちょっとね神谷の再入荷のね、まあ入荷後すぐに完売しちゃったこのこちらのキャップが一部ねちょこっとだけ再入荷してきたんで、ぜひねこちらも店頭でご覧ください。またあの近々ね、神谷の新作アイテムに関しましてはまた今結構ねアイテムの入荷が結構多くてちょこちょこ入荷してきてるんで、また僕がねちょっと神谷ぜひ紹介させていただきたいと思うんで、ぜひご覧くださいね、はい、見てくださいね。まあほら、まあ、このスニーカーって結局あのミハラセロのスニーカーの中でも割と結構フラットで、まあ、少しねちょっとレトロな要素も含んだようなモデルになってるんで、割とね僕は結構大人が履きやすいんじゃないかなというところもあるんです。で逆に言うとですね、僕今パンツゆったりめのパンツで合わせてるんですけど、ぜひね細身のパンツともねぜひ合わせてもらいたいモデルになってますんで、まあここら辺はね、まあ間違いなく多分まだ発売してまだほんと数日なんですけど、ここ数日間の売れ行きだけ見てても分かるんですけど 100% ここら辺はバズると思います。まあね、なんでここら辺は店頭でねぜひ早めにご覧いただければと思います。まあ今はねこんな感じで最終的にですよ、見てくださいね、こんな感じでね僕が履いてる黒ね、キャンバスの白ね。じゃあまずあの、ま、お値段も出しておきましょうね。お値段こちらね、はい、お値段こちらね、はい、でキャンバスでしょね、でいきますよ、どんどんいきますよ、はい、でシルバーね、はい、こちらお値段こちらどんどんいきますよ、はい、ね、そしてレザーモデルね、はい、こちらはい3色、はい、ありますね、はい、お値段こちらですね、はい、でもうサイズ展開も今あの実はあの結構ねあの店頭での動きが早くてもうちょこ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 なくなっちゃってるものもあるんですけど、まあちょっとねこちらねうちの概要欄に貼ってます、こちらはいオンラインストアね、こちらでぜひ在庫の様子を見ていただいて、はい、ぜひご注文していただければと思います。サイズスペックに関しましてはね、僕が今履いてるのが41です。41、僕がね6から 6.5 履いてる、僕で41履いてちょっとゆったりしてます。で普通は42ぐらいで OK だと思います。不安な人は43選んでおけばほぼ間違いないです。で僕靴サイズ基本ないんですよっていう人は44、これはもう間違いない、っていうのをぜひ参考にされてね、ぜひ購入ご検討してみてください。で今店頭 SS シーズンのアイテムがもう大量に入荷してきてますんで、ぜひね次回の YouTube もぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、では次回の動画でまたお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。